俺の女房、山本周五郎1また余計なことをするよしとくれよそんなところでどうするのさそんなとこ男がいじるもんじゃないよだめだったら聞こえないのかね私がせっかく片付けたのにめちゃくちゃになっちまうじゃないかよしとくれよ 余計なことしないでってくれんだよ。その長屋の朝は、こういう叫び声で始まる。それは、平野又五郎という絵師の家から聞こえるもので、甲高い調子の、素晴らしい滑らかな早口である。すると、それを合図に、あちらでもこちらでも物音が聞こえだす。お前さん、起きな。先生のところで始まったよ。 坊やもついでに起こしてねそうおいしさんの声が聞こえるよのたのたしてないで巻き終わってくれなくちゃ困るよ平野さんとこでもう聞こえるよぐずぐずしてちゃ間に合わないよさあみんな手っ取り早いとこ片付けておくれこういった具合で次第に路地打ちがにぎやかになりその日の生活が動き出すのである しかし平野の家ではそれで終わったのではないまだ妻女のお医師の高鯉が続いているまるで野中の一つ屋にでも住んでいるような隣近所に少しの遠慮もないパリパリとした叫び方で俺の写生帳がないんだこの机の上へ置いたはずなんだが置いたはずならそこにあるはずじゃないか 置いたところを探してみればいいいいじゃないか。いつでもそうなんだから「いや何がない何はどこへ置いたはずだないはずはない」「滑ったの転んだのって置いたはずなら置いたところを探せばいいじゃないか」「いけないよそんなところをひっくり返しちゃダメだってばさそんなとこにありゃしないよ触っちゃ嫌だってのにね」 私がちゃんと片付けといたんだから引っかき回しちゃダメだよ。いけないってのにわかんないのかね、この人は。ここにあったじゃないか。あればいいじゃないか。あれば文句はないじゃないか。ここにあっただって、私が片付けといたんだもの、あるに決まってるじゃないか。机の上へ置いたはずだの、どうだの、こうだのって。 ガーガーガー,ガー騒ぐばかり大げさに騒いでそうしちゃしまいにあたしに手数ばかりかけるんだいつかだってもう又五郎は黙って部屋の中を眺め回す台所ではお医師のかんだかい叫びがひっきりなしにいつ果てるともなく続いている不ぞろいな絵の道具いじけたような安物の気づくえ 角の欠けた茶ダンス、日よけ、炭取り。家具と言えるのはそれで全部だ。何度の襖はもは元より古くなった畳にさえ擦り切れたところに渋紙が貼ってある。低い天井、雨の染みた跡のある剥げた壁。彼は眉をしかめ、ため息をついて、そうして写生帳を懐に突っ込んで、 呆然とどまへ降りるどうするのさどこへ行くのさもうおつけができよってのにどうするんだよ出かけるならごはんを食べてったらいいじゃないか俺ならいい食べたくないんだ食べたくないって食べないでどうするのさまた誰かと朝っぱらから飲むつもりかいああそれならそれでいいよ いいいくくらでも飲んだくれるがいいさ私は知らないからさっさとお行きよ。だけど仕事のことはどうするんだいあわやの旦那が来たらなんて言うのさ。いつもいつもまだできませんじゃん私が挨拶に困るじゃないか。なんてお返事をすればいいのさ。今度はなんとかはっきりしたことを言わなきゃいくらなんだって。又は青い沈んだ顔つきで 黙って路地を往来へと出ていった晩秋の曇った朝でネズミ色の雲が面影に層をなして空一面をくまなく覆っていた風は少しもないが気温はひどく下がりまるで雪でも降りそうに寒かった彼は江戸川の方へ歩いていた牛込の屋来下に友達の井上康兵衛がいる 無意識にそっちへ足が向いたのだが、ふと気づいて立ち止まり、しばらく自分の足元を見守った。つまらない。同じことだ。同じことの繰り返しだ。もうたくさんだ。こう口の中でつぶやき、江戸川へ出るとそれに沿って、関口の大洗い関まで歩いていった。そのあたりは人家も少なく、 田畑や林の広い展望と四季それぞれの自然の豊かな景物とで風流歌人の間に知られていた又五郎は大洗遺から二三丁も上へ行き川に近い秋草の中へ行って腰を下ろした円山緑蒼蒼彼はこうつぶやき両手で抱えた膝の上へ頭を垂れて 深いたため息を漏らした2平野又三郎は御家人の三男坊に生まれ小さい自分から絵が好きでいい容姿の縁談があったのを断り16歳の時加納信親の内門人に入ったそれで親たちとは絶縁ということになったが彼はもちろん承知の上で絵さえ描いてゆければ 親も兄弟もいらない金も名声もいらないと思いあらゆるものを絵に打ち込んで勉強した信親はまだ北京にはなっていなかったがすでに狩野派の長老であり御殿下師としても東西を圧する威勢を持っていた又五郎は初めから信親に手筋の良さを認められ18の時には近常という業をもらって 塾中のキリンジなどと言われた医師はその頃ろ狩野派の駒使いで体は小さいし肩太りで不格好だし薄たのある顔立ちも生えなかったが気性が明るく動作もテキパキして粗骨なところもあるが大変気恥が利くため信親の気に入りでもっぱら工房関係のようをしていた彼女が又五郎に好意を持ち始めたのは 彼が近常の業をもらってからであるお医師は彼そのものより彼の手腕と将来に惚れ込んだらしいお医師は彼に対する自分の気持ちを隠さなかった持ち前のテキパキした開放的な性分で彼にもあからさまに好意を示したし他の門人や女中たちにも平気でそれを話した あの人は男ぶりも悪かないけど、あたし男ぶりなんかに惚れたりしやしないよ。あの人はきっと今に名を挙げる、うちの先生の上を越す絵師になると思うんだよ。それだからあたしは惚れたのさ。御天絵師の家といえば格式があって、武家と同じように礼儀作法がやかましい。召使いなども、 決してこんな品の悪い言葉遣いはしないものであるが、お医師は平気でずけずけとまくしたてた。周りの者のには少子でもあり、こずらにくい話であった。陳り林で器量も悪く、品のないお医師などが狩野派の麒麟児とまで言われる地常を、すでに自分のものか何ぞのように触れ回す。これは誰が考えてもばかばかしい。 一人よがりの妄想という他はない。おいしさん、祝言はいつするの購買の女中たちはそんな風に言いながら、陰ではいい笑いのにしていたのであった。又五郎は23歳の時、死の信近に背いて加納派を出た。御天下死というものの生活も嫌になったし、古臭い。概念と器具の枠にはまりきった。 進歩も想像もない画風に飽き足らなくなったのである。古典はもうたくさんだ。古典絵師は古典の草稿を浪するに過ぎない。絵とはもっと命の通った未知の真を作り出すものだ。俺は俺の絵を描きたいように描く。彼はこう言って死の信近に背いた。彼は若かった。 そして、練習に背くということに、一種の誇りと喜びを感じた。その気持ちがまた、お医師を妻にする動機にもなったのである。彼はお医師が自分に好意を持っていることも、それが加納派の人たちの物笑いになっていることもよく知っていた。お医師に対する彼らの警部が彼の反抗する気持ちを煽り、 お石を連れて出ることに一種の爽快な自負をさえ感じたのであった小石川久方町のその裏長屋に家を持ってからもう10年余りの月日がたっている彼が出た後を追って島田慶之助松屋敬三井上康兵という3人の門人も加納派から去り又五郎を中心に 新ししい画風を起ここそうととて再出発することになった島田と井上は貧乏な小旗本の子で柄三は神田今川橋の松屋与平という反物商の四男だったまたこれらの関係から新しい画風という魅力に惹かれて若い者が多く集まるようになり久方町の長屋の一間は昼も夜も客の絶え間がないほどにぎわった。 うちを持って2年目くらいまではそんなふうで絵を頼む者も,も少なくなかったし彼を取り巻いた新勢力がぐんぐん伸びるように見えたしかし2年目の秋彼が日本橋矢野倉の亀色で画界を催したあと情勢は全く逆転したのであるその画界では4種の三福椎となでしこを描いた二極屏風とが 彼のの自信あある策であった。古典や既成概念を切り捨てて全く独自な手法と大胆不敵な構図とで島田や松屋や井上などはもちろん周りの青年たちは喝采し目を見張ったものであるがしかし画界は全く失敗であった招いた客も評判につられてきた客も一様に失望と反感を示した ここそこそ耳打ちをしたり皮肉に笑ったり中には聞こえがしに悪口を言ったりしたこういう会には招いた客に洗面とか短冊などを席上で書いて配るのが例であるくだらない習慣だと思ったが又五郎も初めての催しなのでその支度をしていたところこれはと思う客は誰一人寄りつかない ざっと絵を見ると、そのまま挨拶もせず、逃げるように帰ってゆくものが多かった。彼を最も悲喜にしてくれる客に、日本橋国庁の大きな乾物商で、わや貨幣という人がある。まだ加納にいた自分から彼の画風を愛し、久方町へ家を持ってからもよく面倒を見てくれた。その画界の画時にも 阿が二極屏風と三腹椎を買ってくれ、それでようやく貝の費用を賄うことができたけれどさもなければ江戸を逃げ出さなければならなかったかもしれないこの失敗は決定的でそれ以来ガラガラと彼は落ち目になった世間はめくらばかりだあいつらには本当の絵の良さがわからない若い仲間はそう言って肩を上げた 牢は酒を飲み始め若い仲間と議論したり有利へ入り浸ったり20日も50日も絵の具皿を乾かしたまま仕事に手を出さない日を送ったりした借金はかさむばかりだし絵を頼む者は次第に減るし取り巻いていた青年たちも一人二人と遠のくし生活は苦しく暗くなる一方であった。 島田とと井上と松屋は彼を離れなかった彼らは又五郎の才能を信じその中に自分たちの道の開拓があると信じていた彼らは又五郎の絵を高く評価することで自分たちの野心の正しさを確かめ同時に一般の人の鑑識の低さと生命ある画家や世にもてはやされる絵の非属で低級なことを証明しようとしたししかし人間は いつも純粋でいることは難しい彼らは自分たちを信ずるあまり自分たちを受け入れようとしない世間に対して軽蔑と憎悪を抑え感じ始めたあの時の画界の失敗が分かったよあれは単に絵が理解できなかったためじゃない加納派の手が回っていたんだ井上康兵が確かな筋から聞いたとそう息巻いた時 又は冷ややかに笑った。何だ今ごろやっと気がついたのか俺は初めから知っていた絵を頼む者がなくなったのも可能一波の作望なんだ分かりきっているじゃないかこう言ってもう一度投げるように冷笑したお医師が遠慮もなく叫び散らすようになったのはその頃からのことだ 彼女は初めての画界の時までは少しばかりどはずれなほど彼を愛し旗の者には見苦しいくらい彼を尊敬し彼が自分の夫であることを誇っただが落ち目になると次第に変わりまるで手のひらを返すようにずけずけと無遠慮に振る舞い出した集まってくる友達はもう今では3人きりであるが彼らが来ると不機嫌になって お茶一ついいい。顔では出さない酒とでも言おうものなら途端にパリパリ叫び出すのである酒だってへえ大変楽なことを言っちゃいけないよこっちは晩に炊くお米がないんだよお前さんたちは暗い予ってりゃいいだろうけどあたしはおまんまがなきゃ飢え死にをしちゃうんだよ酒を買ってこいだってへ自分で行ってみたらいいだろう 賭けで売ってくれる店なんか、隣町にもありゃしないんだから、人並みなことを言うんなら、たまにゃ人並みな仕事をするもんだ。朝から晩までブラブラしていて、ろくでもないことをガーガー喋ってばかりいて、それで今日様に愛すまないとも思わないのかい飲みたきゃ井戸端へ行って、井戸替えをするほど飲むがいい。お前さんなんか、水でも飲んでりゃたくさんだよ。 たはふと目を上げた枯れた草原のすぐ向こうに江戸川が緩やかにうねって流れている枝の裸になったくぬぎのソリンが鋼色の冷たそうな水面に静かな影を落としている林の脇には葉の白ちゃけた竹やぶがありその向こうの畑で 一人の百姓が黙って疲れたような動作でゆっくりと畑の土を返しているのが見えた「ダメだあの絵もいけない」彼はこうつぶやいて頭を振った「あわや貨幣だけは今でもさすがに以前ほど応用ではないけれどとにかく絵を注文してくれるしのっぴきならぬ場合にはいくらかの融通もしてくれる」 彼はそのあわやの依頼で半年前から大福にかかっていたそれは今彼が目の前に見ている江戸川とその右極する川に沿った林野における遊楽や農耕や労働などのそれぞれの人間生活を描いたものだその構想は彼にとっては大きな意味を持っていたそこには新しい今後の道がある その絵が望むように描けたら、今度こそ彼は本気で仕事に描かれるだろう。だがいけない。あれは何か抜けている。何かが足りない。咲いてしまおう。又五郎は苦しげに呟いた。写生をもとにして構図を練るのに五十日余り。それから白病だけでも十四五枚やった。 これでよしとなって本式に書き出してから三月は立つもう五枚も保護にしているのだが今度こそと思った六枚目がまた行き詰まったどうもがいてもいけない全くあがきがつかないのであるやらい下へ行こう酒だ彼はうめくように言って立ち上がった三 下の井上のところには松屋ぞうがいて珍しくてんや物などを並べて酒を飲んでいたぞうが今川橋の家へ行って母親から金をもらってきたのだという「もったいないがだましよい」と言ってね「おふくろだけはありがたいもんですよおやじや兄貴と来た日にゃ小言の百万円を並べるだけでそれこそ百も出しゃしない」 そこへ行くとおふくろは涙ぐむだけですからね涙ぐんでなけなしのへそくりを黙ってくれるんだいいもんですよそんな時ばかり褒めるやつさおふくろさんこそいい面の皮だ神戸がそう言って笑ったそれから屋来下を出て島田の家へ行ったのがようやく昼ごろらしい その近所から飲み始めて、暮れ方には柳橋の船宿にいた。神田川を目の下に見る二階座敷で、もうかなり酔っている三人を相手に、例のごとくガロンをやり、例のごとく熱を上げたのである。大河がくだらねえのはもちろんだ。あんなものは遊びだ。降臨だって遊びだ。みんな絵を逃げてる。風がめかしだ。 本音とは別なところで風流とか文化などをてらってるんだ。そう何十遍となく言い古したことをまた言っている。自分でそう思いながら、そう思うことで逆に声を高くし、言葉を激しく強くした。王挙なんて型じゃねえか。型で書いてるだけじゃねえか。偉そうに構えてたって、摂取だってそうだ。突き詰めていけばみんな原型があるじゃないか。 鎌倉期以前のものはいいよ。絵巻や絵師なんぞには独特なものがある。土佐派のものにも随分独創的なものがある。近世でやや見られるものといえばそうたつくらいしきゃい,いやしねえ。あとは大抵模倣火遊びだ。そんなものは絵じゃあねえ。絵というものには命が通っているはずだ。何百千年後の人間にも、 ピシッと命の通うものがなくっちゃ本物の絵とは言えやしね命の通っているものを、神戸が大きな声で言った。新しい本物の絵を俺たちの手で、風俗を叩き壊そう、巧妙に生きよう。八百屋、魚屋のような金儲けのための絵を葬るんだ。真の絵は俺たちの中にある。 島田圭之助もこう言って膝をたたいたまるで膝の上にその風俗があるかのようにそれからどんなようなことになったものか気がつくと吉原の小店の一間に寝ていた前にもたびたび来たことのある家でその狭い薄汚れた部屋にも見覚えがあったまたやった情けないやつだ 彼は眉をしかめ、唇をゆがめて、嫌悪に耐えぬように頭をぐらぐらさせた。開墾というより、自分が汚らしく、いやらしく、やりきれないほど情けなかった。そばに寝ていた女がふと首を上げた。もぞもぞ身動きをして、そうしてこちらへ向き直った。目が覚めたの気持ちはどう苦しいの治った 大したことはない。連れはどうしたろう。みんなあっちにいるわ。水あげましょうか。また五郎は女の顔を見ることができなかった。今は何時ごろかね。まだ早いわよ。今日も居続けだって言ってたじゃないの。お酒とうにここに持ってきてあるのよ。ちょっとおかんしましょうか。いや、酒はもういい。 彼は起きて手を洗いに行った。レンジ窓の障子がうっすらしらんでいるように見えた。頭は濁り、体はふらふらし、何かの抜け殻のような感じである。妻のお医師の姿が目に浮かんだ。甲高な叫び声が耳にまざまざと聞こえる。長屋ではそろそろ起き出している家があるだろう。 素朴なつつましい生活の音その日その日の営みの単調であるためにかえって安らかな物音お医師はどんな気持ちでどんな顔でそれを聞いているだろうか又五郎は低いうめき声を上げたそれから激しく首を振り唇をゆがめて笑ったそれが何だ 俺は問屋から荷を下ろしてきて、それを売って暮らすものとは違う。建具屋でもなければ呉服屋でもないんだ。そういう理で食う人間とは違うんだ。彼はそうつぶやき、目に見えない敵とでも対決するように額を上げ、肩をそびやかした。高く飛躍するためには常識から抜け出さなくてはならない。 世俗的な観念を打ち壊すんだ。俺がどんな人間かということは絵が証明するだろう何独り言を言ってるの寒いのにいつまでこんなところで何してるのよ女が後ろへ来て腕を引いたまた五郎は向き直り女の肩を抱きながら言った飲もう行って三人を起こしてきてくれ 4暮れ方にそこを出てその夜は島田の家で泊まり明くる日は井上がどこからか金を都合してきてまた飲み回った上吉原の同じ家へ上がったしかしもう興奮もなし刺激もない4人の気持ちはもうバラバラで一緒にいることが逆にお互いの孤独感を強くした ごまかしだ。なんという青臭い、白々しいごまかしだ、逃げ出そう、それぞれの部屋へ分かれるとすぐに、又五郎はその家を飛び出した。まだ酔いを少し回った時刻と思われるのに、もう霜でも降りたように道はいてて、小柄しめいた風がかなり強く吹いていた。かごにでも乗りたかったが、自分では一文も持ってはいない。 身も心も憔悴し、疲れて、寒さに絶えず震えながら、半ばかけるような足取りで歩いていった。うちへ帰ったのは十時ごろだったろう。手足の先は寒さのために凍え、おまけに酔いがさめたのと空腹とで、みじめにガチガチ歯が鳴った。どんなに足ざまにわめかれることか。そう思いながら路地を入っていくと、 ずっと雨戸を閉めて暗くなっている長屋の一軒だけ明かりを明るくしてにぎやかに女たちの笑い生やす声の聞こえる家があった俺の家らしいがしかしまさか彼は首をひねった近寄ってゆくとそれはまさしく自分の家で女たちの饒絶の中にお医師の高笑いの声がはっきり聞こえた何だろう 何事があったのだろう。すぐには入りかねる気持ちだったしかし半ば不安に駆られて格子を開け声をかけるとけたたましく女たちが笑い「そらおいしさんかわいいご亭主のお帰りだよ」「ご亭主なんてとんでもない天下に名高い大先生じゃないかはいお帰り遊ばしませずっとどうぞ」そんなことを言いながら 中から女の誰かが障子を開けた安んのほかにろうそくが3つまぶしいほど明るくして近所の女房たちらしいのが67人膳を並べて仕出し屋からでも取ったと見える食い荒らした皿小鉢やワンなどを前に酒を飲みいい機嫌に酔って騒いでいるところだったそんな妙な顔をしないでこっちへおいでなさいねのうこっちの人 ここへおじゃや。お医師がそう言って畳を叩いた。それでまた女房たちはキャーっと声を上げ、乱りがましく隣にいる者へ抱きついたり押し合ったりして口々に生やし立てた。また五郎はあっけに取られ、戸惑いをし途方に暮れて何か言い訳のようなことを言いながら、こっちから障子を閉めて外へ飛び出した。路地へ入るとき、 長屋の差配をしている御兵の家が起きているのを見たおかつという妻と2人暮らしで出牧剣士などを売っているがそれはほんの隠居の小遣い稼ぎであって息子が神田で相当に大きな紙問屋をしておりそっちから月々のものを見つがれるらしく好きな将棋とハックなどひねりながらごくのんびりと暮らしていた。 少し口がうるさいのと相手構わずハックを進め将棋を挑むのには並行するが陰では困っているものの面倒をよく見てあり長屋のこととなると親身になって世話をした又ごろなどもずいぶん厄っになった棚賃の滞るのは言うまでもないこまこました狩りもだいぶあるしかし五兵衛は一度も嫌な顔をしたことがなかった 人間何をするにも本当の苦労を知らなければ良い仕事はできませんや、まあ一つ踏ん張って良い絵を描くようになってください。こんな風に言って、時には息子の店からでも持ってくるのか、たやすくは手に入らないような高価な紙をくれたりした。路地を表へ出ると2軒目の雨戸が1枚開けてあり 山形に五の字の印を書いた腰高障子にまだ明るくともし火が映っていたおや珍しい今お帰りですか障子を開けると妻女のお勝が笑いながら挨拶をした店に続いた六条で五兵が米屋の秀さんという若い者と将棋を指していた火がありますからこちらへどうぞ お帰りになったらあんまりおにぎやかでびっくりして逃げていらっしゃったんじゃありませんかこっちへおいでなさい先生お茶でも入れますから五兵は晩をにらんだままで言った先生には茶じゃしょうがねえかばあさん早いとこ一本つけてあげてくんないや酒は十分です本当のところもう いつづけの二日酔いってわけですかい。いそいつはいいが待てよ、待て待て待てとこの銀をこう引いてこう引いてからどうする。またごろは火鉢のそばへ行って座った。将棋は終盤に入って紛れが出て揉めているらしい。五兵も火でも夢中で誇張して言えば目の色が変わっていた。 おかつは新しく茶を入れ、菓子の鉢などを勧めて笑いながら、おいしの思いがけない共演の話をした。普段男ばかり楽しんでいるのは不公平だ。たまには女も楽しくやろうってね。私も呼ばれて、顔だけ出したんですよ。何しろあなた、おケアのお金さんに、吉さんとこの源さんが温度取りですからね。三味線を引く 歌う踊るでひとしきりお宅の前は見物でいっぱいでしたよたまには女が楽しむのもいいさ女だけで飲んだり食ったり歌ったり踊ったりも結構だ時にはそうやって初帯の苦労を忘れるがいいさ構いやしねえけれどもそれにしても程てえものがあら五兵衛が晩を寝れ回しながら言った 先生の絵が売れて思いがけない金が減ったとか言うこったが、それにはまあ先生も二三日お帰りにならねえ。長えことむしゃくしゃしてもいたこったろうが、いくら何にしたってお留守にあの騒ぎてな乱暴だ。あたしは古くせえ人間だから、どんなわけがあるからってあんななきれいですよ。又五郎はどう挨拶のしようもなく、 茶碗で手を温めながら黙って頭を垂れていた。しかし五兵衛の絵が売れたという言葉にはドキッとした。売るような絵は一枚もないはずである。売るにも売らぬにもこのところずっと絵らしいものを描いていないのである。何をどうしたのだろう。彼は天井を見上げた。その途端にふっと思い出したのは、 あわやに頼まれて、書きかけのまま何度へ入れておいた絵のことだった。しかしまさか、まさかあれを。お医師は彼の気象を知っている。どんなに困っても、自分で気に入らない絵は決して売らない。それを知っていて、あの絵を持ち出すはずはない。だがその他に何があるか。 社生の薄病などならあるがそんなものを買う水狂人もあるまいそれよりも一体その絵を買ったというのは誰だろうかこのところ絵を求めに来るのはほとんどあわや貨幣一人に限られているあわや又五郎はぎゅっと茶碗を握りしめたおとというちを出るときお医師が言った あわやの旦那が来たら何と返事をするのか。そうだ、あわやがもう最速に来るはずだった。留守に来て、もしもお医師があの書きかけの絵を出して見せたとしたら。ああ、いけない、それだ。又五郎は危うく声を上げそうになり、茶碗を置いて立ち上がった。おかつもびっくりし、五兵も駒を持ったまま振り返った。 だが、田五郎はのぼせたようになって、お邪魔をしました。心配なことができましたから、どうもごちそうさま。こんなまごついたことを言いながら、外へ出た。路地へ入ると、ようやく酒盛りも終わったと見え、かしましく笑ったり、あけすけに乱りがましい言葉を投げ合ったりしながら、女房たちが別れ別れに出てゆくところだった。その声が聞こえがななくなり、 みんながそれぞれの家へ入るとすぐ、お医師が戸口から顔を出すのが見えた。又五郎はそっちへ急ぎ足に行き、びっくりして何か言うお医を突きのけるように部屋へ上がった。さすがに女は女らしく、あれほど牢跡に散らかっていたのが、ともかく一応片付けてある。又五郎はまっすぐに行って難戸を開けた。そこには五段の棚があり、 手をつけない紙や写生帳や下書きや書きかけの絵などが分類してしまってあるその上段のいつもそこに置いてある絵が心配していたその絵がそこにはなかった「どうしたのさそんなとこ今自分どうしよう」ってのさもう寝るんだからひっかき回したり散らかしたりしちゃ嫌だよ「よしとくれ」ってんだよ寝るんじゃないかね ここに置いた絵をどうした。えってあああれはあわやの旦那にお渡ししたよだってどうお返事すればいいかわからないし旦那は旦那でいくらなんでも今日は仕上がってるだろうっておっしゃるしまだ書きかけだということは知っているはずじゃないかそんなこと言ったってもうだめだよ私はもうごまかされやしないよ お石の酔って赤くなった顔が醜くゆがんだいやこれは気に入らないこれは書きかけだこんなものは人に見せられない滑ったの転んだのってこれまでうまいこと言っちゃあ私をごまかしといて破っちゃったとかひっちぎったとか言ってそれで本当はみんな陰でこそこそ売ってたんじゃないか隠れて売っちゃあ飲んでいたんじゃないかあわやからいくらもらったんだ 大きななお世話だよよ知らないよ阿波屋の旦那はおっしゃったんだから絵をご覧になるとすぐおっしゃったんだからねなんだ書きかけだなんてもうすっかり仕上がってるじゃないかもうどこに行っても筆を入れるところはないじゃないかってそう言って「うるせえ金はいくらもらったんだ」。またごを渡っててすごいような顔をして ぐいと激しくお医師の肩をつかんだお医師はそれを振り払い目をギラギラさせて叫んだ「そんなことお前さんの知ったこっちゃないよ男はね金のことなんか口出しをするもんじゃないだろ少しばかりの金に目の色を変えてみっともないってんだようるさい黙れお医師の方でビシッと高い音がした」 ご「ぶったねお前さんあたしをぶったねお石はこう叫んでむしゃぶりついた又五郎はなお二つ三つ平手打ちをくれ足がらみをかけて引き倒すとお師の上へ馬乗りになりぐっと押さえつけて動かさなかったお師は足をふんばりかみつこうとし どうにもならぬとみいてひいと泣きだした。おぶちよ、もっとおぶちよ。好きなだけぶったらいいじゃないか。あたしなんか、どうせあたしなんか。貴様は加納にいた。俺と一緒になってからももう七年になる。又五郎は歯を食いしばり、声を殺していった。 絵師というものがどういうものかくらいおよそ分かっていないはずはないだろう。ことに俺は人とは違った仕事をしようとしている。これまでの絵師のやらない本当の絵らしい絵、新しい絵の道を開こうとしているんだ。そのためお前には貧乏させる。すまない、悪いと思っているが、俺だってのんきじゃないんだ。俺だって苦しいんだ。 お石は醜くゆがんだ顔を右へ左へ振りそんな五託は聞きたくないと叫びなおも身もだえをし泣きじゃくったどう工夫しても思ったような絵ができない描いても描いても俗になってしまう寝ても起きてもそのことで頭はいっぱいだ夜中に目が覚めてどうにもならない気持ちで一人でうめいたりもがいたりしているんだ あんな出来損ないの絵を売るくらいなら、お前にも貧乏はさせやしない。俺だってこんなに苦労はしやしないんだ。もうわかったよ。お念仏はたくさんだよ。痛いから話してくれよ。金はどうしたいくら受け取ったんだそんなに欲しきら出してやるから、そこをどいてあたしを起こしてくれよ。話さないのかね マタゴロが手を離すと、裾の乱れているのも構わず、お医師は針箱のところへ行ってそれをどけた。その下に古ぼけた手縫いの財布が隠してあった。お医師はその中から紙に包んだのを取り出して、あてつけのようにこっちへ投げて起こした。これでみんなか、これだけ受け取ったのか。 サハインとこや他のこまごました借りを払ったよ。米屋だって酒屋だってたまにはいくらか入れなきゃあたしがどんなにずうずうしくったって。そんなことを聞いてはしない。一体あわやからいくらもらったかと言ってるんだ。あたしがだいたのは5両だよ。とりあえずこれだけとおっしゃったからあとはどうなるか知らないけどそれだけ出してくだすったからいただいて。 どうするのさ、そのお金を持ってどうしようってのさ又五郎は金を包んでたもとへ入れて立ち上がって帯を締め直したどうするものか言って金を返すんだそしてあの絵を破いてくるんだそのお金を返すってお前さん本当に返すのかい たは黙って土へ降りたお医師は顔色を変えて追ってきてそれから避けるような声で怒鳴った「いいよ分かったよ返しといて私はもうたくさんだもう飽き飽きした辛抱が切れたよ私は暇をもらうからねうちへ帰るからねそう思っとくれよ」。 又五郎はそれを背に聞きながら外へ出た。風は少し落ちたが寒さは厳しく道の抜かったところはバリバリ凍っていた町ごとの木戸で親が急病だからと断り半ば走るように急いで行ったが国町の店へ着いたのは夜半を回っていたあわやは間口5軒の店の左側に くぐりのついた一軒の門があり、奥へはそこから出入りをする。それは知っていたけれども、又五郎は店の王道を叩いた。お願い申します。久方町の平野でございます。こう繰り返しながら叩き続けた。店の者が起きて、中から要件を聞いて、そして奥へ取り継いだのであろう。しばらくすると、 店の横の敷石の路地に下駄の音がし、すぐ中からくぐり戸が開いた。貨幣が自分で開けに来たのである。それから奥の二階の一間へ導かれると、妻女が渦み火の上炭墨を継いだ火よけを持ってき、なおもうぬるいかもしれないが、などと言って茶を入れてくれたりした。又五郎は座るとすぐに懐の金包みを出し、 自分が留守だったのでお医師が断りなしに使い5両のうちこれだけしか残っていないこと使った分は借りたことにして次に書くもので取ってもらいたいこと今はすまないがこの残っただけ受け取ってあの絵を返してもらいたいことなど興奮と寒いのと空腹とに震えながら言ったそのためにこんな夜更けに わわざわざ日坂田町から出てきたんですか貨幣は呆れたらしいが「平野さんの気象は昔から知ってるがそれにまあ金のことなどはどっちでもいいがあの絵がどうしていけないんです」「結構じゃありませんか」「失礼だがこれまで拝見した中では図を抜いているじゃありませんか」「勝手な話だが私はあれに村の曲水という題まで考えているくらいです」 いいけななんんでですすあれはダメなんですどうしたって咲かなければならないもんなんです又五郎はただそう言い続けたしばらくなだめたが何としても聞かない貨幣は地でったくなった様子で立ってゆき絵を持ってきてではどこがどういけないのかと開き直った姿勢で言ったああどこがどうもありません 全体なんです彼は絵をじっと眺めながら独り言のようにこう言ってうめいた絵を眺める目は鋭く光り表情が泣くように引きつった「ダメです。やっぱりダメです。」こう言ったと思うと又五郎はその絵を取って貨幣が「ああ」と止めるより早く引き裂いてちぎって丸めてしまった。 冗談じゃない。それは私が買ったもんですぜ、ね。買って金を渡した以上私のものだ。貨幣は色をなしていった。お前さんがどんな偉い絵しかは知らないが、一旦人の持ち物になった絵をただ気に入らないからで破くという方がありますか。乱暴じゃないか。誠に申し訳ありません。無法も乱暴も分かっています。 しかしこの絵は破かずには置けないのです。今こんなことを言うのはご彰子かもしれませんが、その代わりに必ずいいものを書いてきっとこのお詫びをいたしますから。両手をついて頭を垂れて謝罪をこうものように又五郎は言った。貨幣の怒りは嘘ではなかった。けれども又五郎のその様子を見ると、 自分にも悪いとところがあったと気づき今度は穏やかにうなずいたそれはまあ私も留守へ行って平野さんの承諾なしにもらってきたのは悪かった待ちに待ってしびれを切らしていたところだもんだからまあつい何してしまったんだがどうだろう平野さんこの図柄をもっと大きなものに書く気はありませんか もっと大きくと言いますと「六曲はどうですなるべくなら一層がいいが半層でも書いてみる気はありませんか?」「それは考えていたんです六曲一層へ墨だけでやってみたいとは思うんですが何しろご承知のような暮らしですから」「いや平野さんにもしその気があるなら貨幣はこう言って座り直した」 本当にやってみる気があるなら、場所は私の小梅の量をお貸ししましょう。材料なんかもお気に入るものを揃えましょう。失礼ながら書き上がるまでの雑用も引き受けましょう。一つ思い切ってやってみていただこうじゃありませんか。ありがとうございます。お世話になり通して、この上またそんなご厄介を。いや、実は、 ちょっと私の方にも訳があるんです今は詳しいことは言えませんが、猿義理のある方から、平野さんに屏風をと、マイクから頼まれていたんです。あなたがその気になってくれれば、私は喜んでお役に立ちたいところですよ。よくわかります。本当にありがたいと思いますし、ぜひやりたいんですが。その気持ちは十分にあるが、 一応帰ってゆっくりあんを練ってみて大丈夫という自信がついてから返事がしたいそれまで56日待ってくれるようにまた五郎は大事をとってこう答えたそこで貨幣は斎場を起こし酒の支度をさせて隣に寝床が取ってあるから一杯やって泊まってゆけと言ったあくる朝食事の後で 近頃買ったとかで石灯の山水を見せられたそれから国町の店を出たが頭の中は六極一層のことでいっぱいになり妙なところで立ち止まったり道を間違えたりした村の極水うん悪くない気がつくとこんな独り言も言ったそれがあわやにピンときたとすればそしてさほどそれが悪くなかったとすれば こうして道で時間をとって久方町へ帰ったのはもう10時過ぎであった路地へ入ると長屋の人たちが妙な目でこっちを見る別に気にも留めずうちへ入ってみると差配の五兵衛が上がりかまちに腰をかけて息巻くような顔でタバコをふかしていたああお帰んなさいだがお医師さんはいませんぜ五兵衛はいきなりこう言った とても勤まらねえから暇をもらう。先生には話がついているからってね。起き抜けにやってきててめえの荷物をまとめて半時ばかりめに出て行きましたよ。お医しが出て行ったって。またごろは気の抜けたように棒立ちになった。先生が国庁へ行ったわけもあらまし聞きました。私はそれこそ先生だと頭が下がった。 だがおさには分からねえとにかくこんなところへ上がったってしょうがねえ私のうちへいらっしゃい悪魔っらいに一杯やってこれからの相談をしようじゃございませんか。6その日は暮れ方まで五兵の家で酒を飲み明かりのつく自分に家へ帰ったが朝になると又五郎はすでにいなかった。 御衛は友達のところだろうと思っていたが三日ばかりして井上と松屋が来それから島田へ問い合わせをしたところ吉原で別れてから三人とも会っていないことが分かった御衛はまだ出奔したとは考えられず又五郎が酔ってあわやの話をしたこと小梅の寮を借りて屏風を書くといったことを思い出したぶんそっちへ行っているだろうと 念のためすぐ国庁へ確かめに行ったしかし阿波屋へも行ってはいなかったあの朝帰ったきり顔を見せないというそこでみんな初めて慌てだし手を回して探したのであるが10日と経ち30日と経っても消息がなくとうとう失踪したということがはっきりした俺は死んだと思う 絵が描けなくなな。くっていたからなどうもそういう気がするそうかもしれない実際もう半年以上も描けないようだったな可能の麒麟ジと言われた上ひとは新しい画像の先導者として随分先人の注目を浴びていたからなそれにあの神経ではこれ以上は耐えられなかったかもしれない井上や泥蔵や島田などは 身につまされるというふうにそう言っていた。差配の五兵はそうは思わないと言った。平野先生はきっと帰っていらっしゃる。私はそう思いますよ。ええ、きっと帰っていらっしゃる。私はあのうちへは手をつけません。あのままにして何年でも待っていますよ。しかし月日はずんずん経っていった。一年と過ぎ。 2年と経ったっこうして丸3年近く又五郎からは音沙汰もなかった足掛けにすれば4年目の9月日本橋国町の阿波屋の店へ又五郎が現れた突然でもあったしまるで小じ坊主のような格好で貨幣にもすぐは見分けがつかないくらいだった古びた色の冷めた今朝衣にずた袋をかけ 穴の開いたロガ傘をかぶりわらじばきでそうしてほこりまみれという姿だった湯を浴びて仮ぎの合わせになり趣向の善を前に貨幣と差し向かいに座った彼は初めて久方ぶりの挨拶をし無断で出奔した詫びを言ったそんなことはかまいません帰っておいでなさればそれでいいのでしかし一体どこでどうしていなさった どこと決まってはおりません。いろいろな人足もしましたし、飯炊きもきこりもやりました。禅寺へ入ったこともございます。運水になって小じきもいたしました。今日からなら、蚊が信濃から蚊という具合に渡り歩いたものです。日に焼けたばかりではない。全体にがっちりとたくましくなり、顔つきも明るく、 押してもついても動かない重厚な力感にあふれていた。酒好きをかわしながら一当たり放浪中の話が済むと、貨幣はふと改まった目つきで、それでこれから一体どうなさるおつもりですか。絵を描いてまいります。またごろうは裂えた顔つきで答えた。まずあの六曲一奏を書き上げたいと思いまして。 結構ですな。ぜひ書いていただきましょう。それからご覧の通りのありさまなので、いつかのお話の量と書き上げるまでのお世話を願いたいのですが、ようございますとも、すぐその支度をさせましょう。だがそうすると何ですな、旅で何かいい収穫があったのでございますな。又五郎は目を伏せた。 それから静かな調子で一語ずつ区切りながら言った私は御家人の三男に生まれ絵が好きで狩野派へ門人に入り寝ても覚めても絵のことばかり考えて育ちました絵を描くということは他のどんな仕事よりも尊く高い意義があるそう信じておりましたしかし今度世の中へ出て 身一つで生きてみて人足をし百姓の手伝いをし旗子の飯炊きなどをしてみましてそれが思い上がりであったこと間違った考えだったということに気がついたのです貨幣は杯を置いたそして又五郎の言葉をいろいろ噛み分けるように膝の上へ手を揃えてじっと聞き入った 百姓も漁師も、八百屋も酒屋も、どんな職業も、絵を描くことより下でもなく上でもない。人間が働いて生きてゆくことは、職業の遺憾を問わずそのままで尊い。絵を描くということが特別に意義を持つものではない。私はこう思い当たったのです。分かりきったことのようですが、私は自分の体で当たってみて、 石を担ぎ土運びをしてみて分かったのですそうして初めて本当に絵が描きたくなって帰ってきたのです貨幣はうなずいたそして聞いた言葉には何も触れず彼の杯に尺をしてほほ笑むような目をあげながら言った六曲一層早く拝見したいものです七、 又五郎は小梅の寮へ入った仕上がるまでは誰にも知らさないようにこう言われたのであるが貨幣はそうもできず久方町と島田ほか3人に彼の帰ったことを知らせただし絵の上がるまでは小梅へは行かないようにと念を押した小梅の寮には浮吉とおげんという老夫婦がいるだけでこれが又五郎の世話をしてくれた。 そこは水戸家の下屋敷から五六町も東へ入ったところで東に原真寺という寺の森があり東側には針の林や畑や田屋堀や農家などの広い展望がある周りは武家の下屋敷とか風化の漁などがとびとびにあって大抵木の多い庭を取り回しているからまるで山がえでも行ったように閑静であった貨幣は 10日に1度くらいの割りで来た。ちょっと珍しい到来物がありましたから、寝酒の魚にでも召し上がってください。そんなふうに言って、絵のことは何も聞かず、しばらく話しては帰っていった。又五郎は一足も外へ出ず、八畳二間をぶち抜いた部屋でほとんど籠もりっきりに仕事をした。梅雨から初中。 秋風が吹き始めても同じ調子で体も相棒も痩せが目立ってきた訪ねてくる貨幣はだんだん不安になるらしく浮吉やおげんに日常の様子を聞いては首をかしげたりため息をついたりしたいざとなるとそう思うようにはいかないんだろうがしかしあれでは体がたまらない一つ気をつけて ののつくくようなものを差し上げてくれそうしてあれをこれをと食べ物の指図をし店のものにもいろいろ運ばせるのであった10月に指物師と狂字屋が入ったそれからなお15日余り日がたちき月初めに貨幣が来ると初めて屏風が仕上がったと言った又五郎は9月よりさらに痩せ 聖魂を使い果たしたという様子だったが顔つきもさえ目も強い光を帯びて一仕事仕上げたという充実した感動が全身に脈を打つかのように見えた勝手なお願いですが松屋と井上島田の三人を呼んでいただきたい彼らが来てからあの三人が来てからあなたにも見ていただきたいのですそれまでご覧になるのをお待ちください よろしいとも。早速その手配をしましょう。貨幣は飛ぶようにして帰っていった。中一日置いて、まず貨幣が来、島田が来、少し遅れて帝蔵、井上の二人が来た。久しぶりに顔が揃って茶をすすりながらしばらく話をした。島田と井上神戸は妻を持ち、 松屋はし屋はうを始めたという相変わらず人のよい笑い方で何しろおふくろに死なれちゃいましてね金づるが切れちまったもんだから商売するんならとおやじが言うのを幸いにねそんなことを言って頭をかいた人落ち着きしてから又五郎は立ってみんなを奥へ案内した八条二間の床を背に 六極一層の屏風が立ててあった左半層の左の上輪から右半層の右の下輪まで一筋の川がこを成し円を描き右極蛇行して流れている滝があり瀬があり縁があるそしてその川の両岸には上々たる山や丘や森や野や高地や村落や町があり 一番下流は広くなって繁華な市街に入っているまたその至る所に農業工商それぞれの職に勤しむ人たちその人たちにつながる生活の様が描かれている全画面が墨の濃淡だけで一点の色も使われていないしかも墨に七彩ありというのはこのことかと思うほど あらゆる色彩の変化が見事に表現されていた私は人間が描きたかった実際に生活している人間の生活している姿が描きたかったこの絵の眼目はそれです又五郎は告白でもするように言った山水や花鳥を描いて幽玄とか風雅とか古坦などと言ってはいられない 絵師も人間であり、生活するからにはもっと人間を描き生活を描かなければ嘘だ通俗などと言って世間を見下し一段高いところにいるような気持ちでいるのは遊びだ私は百姓が稲を作るように絵を描く大工が家を建て左官が壁を塗るように絵を描くこの絵にはまだ考えたことの十分の一も出ていない しかしこれからは少しずつそれが出せると思う出せるように努めて仕事をしますどうかそういう気持ちでご覧になってください貨幣にも島田や井上たちにも彼の言う意味はよく分からなかったようだ言葉の意味がわからないより目の前にある絵から受ける感動の方がもっと大きく深かったのかもしれない 貨幣が立っていって間もなくそこへ祝いの趣向が運ばれても3人はうめいたり探索したりしてまるで縛りつけられたかのように屏風の前を動かなかった後で分かったことだがその屏風は松平淡守の異色のであった阿波屋には領主にあたるので古くから出入りをしていたがある時献上した なでしこの二極屏風が甲のお気に召し他の絵も見たいということで買いためてあった又五郎の絵を持っていったすると阿波甲は非常な終身ぶりで六極一掃を是非ということになったのだそうである又五郎の屏風は阿波の神には良き以上だったらしい貨幣を通じて30人ぶちを賜ること なお、家を建ててやるようにという詩意が伝えられた。またごろは素直に受けた。家は新しく建てるより、小梅の量がそのまま仕事に使えるので、貨幣と相談の上、そこをもらうことになった。年が明けて2月。またごろは小梅の新居で、ささやかな祝宴を催した。招かれてきたのは、 島田たち三人のほか久方町の五兵夫婦と長屋で親しくした者が五人そしてあわや家兵という顔ぶれであった昼前に集まって初めのうちは長屋の人たちは堅苦しそうにしていたが至高の前が並び杯が回り出すと次第に話がほぐれてきてくつろいだ和やかな気分が座に広がった中でも兵は 大層なご機嫌で。なあ、そうだろう。う俺の睨んだ目に狂いはねえ。おら、ちゃんと睨んでたんだ。平野先生がどういう人かてえことよ。そう申しちゃなんだけれども、おら、睨むところはちゃんと睨んでるんだ。こいつは自慢じゃねえぜ。嬉しいんだ。嬉しくてしょうがねえから言うんだぜ。こんなことを言っては、もともと酒には弱い方だが、 しししまいには涙をこぼたたりしたそのうちに歌い出すものがあり松屋抵蔵が踊ったりしていかにも祝宴らしいにぎやかな景色になったがそこへ思いがけない客が現れた取り次ぎのものが平野の延辺のものだと聞いてやはり祝いに来た客だと思ったのだろうその男女二人を座敷へ案内してきた。 き立つようなにぎやかさで、初めのうちは誰も気がつかなかったが、長屋から来た一人がふと見つけ、あれあれ、おいしさんじゃねえか。びっくりしてこう叫んだ。何を言うんだ五兵衛は酒にむせ、慌てて膝の上を拭きながら振り返った。すっとんきょうな声を出し上がって、何がどうしたおいしさんとた、一体。 そして五兵衛もあっと言ったみんなその声で歌をやめ話をやめたにぎやかな騒ぎが急に静まりみんながそっちへ目を向けた次の八条の賭場口においしと見知らぬ老人が一人肩をすくめるように座っているこれは珍しいおいしさんだね あわやがまずこう穏やかに言葉をかけた。ずいぶん久方ぶりで、どうしておいでなすった失礼ながら、私がごあいさつ申します。見知らぬ老人が手をついて、極めて定調にこう言った。私は千寿の財で百姓をしております。貞七と申して、このお医師のおじにあたるものでございます。 親が参るところでございますがお医師のことをはじましてどうも上がることができないすまないが代理で行ってくれと無理に頼まれて私がお伺い申しました平野先生にはこの度は大層なご出世で誠におめでたくお祝いを申し上げますちょっと待ってくださいいいえまあちょっと私にものを言わせてください兵が立ってきてき たの前へっってずかっと座った私はね、久方町の兵ってものです。ええ、先生のいらっしゃった長屋の差配でね。ところで、ぶっつけに聞きますがね。ただいまのお祝いのご挨拶は承まりました。遠いところをわざわざありがとうございましたが、おいでになったのはそれだけのご用ですか。 他にもっと肝心な世向きがあるんじゃございませんかまことにどうもそうおっしゃられますとその甚だなんでございますがいや伺いましょう別に奉行所のお知らせじゃねえのでどんなことを言ったからってとがめるの縛るのをなんてことはねえ一つはっきりおっしゃってみてくださいいいえあわやの旦那いけません 皆さんもここは私に任せてくださいさいあ定七さんとやら一つ用向きというのを聞こうじゃございませんか。定七という老人は手ぬぐいを出して額の汗を拭ききちんと座った膝をなでやがて思い切ったというふうに実はお医師を平野へ戻してもらいたいのだと言い出した。 お医師はあの通りの気性で親に相談もなく久方たちを飛び出した。帰れと言っても聞かず、まもなくまた可能家助中に入った。縁談も二つ三つあったけれど、そんな話には耳もかさずにずっと可能家で勤めていた。勝手に飛び出したものの、やっぱり見ねはあったのだろう。またごろの消息には絶えず注意をしていた。 そうして今度彼が松平阿波の神に見いだされたこと彼の描いた屏風が狩野派の絵師たちにまで名作と評判されていることこれらを聞いて矢も盾もたまらず親元へ飛んできてどうか復縁させてもらいたい自分の悪かったことはどんなにでもして詫びをするこれから心を入れ替えて良い妻になる どんな辛抱でもするからと泣いて親たちを口説いたということであったこの年をしてこんなことをお願い申すのは誠に面目がございません実のところお願いなどできるわけのものではないのでございますが私にしましてもこれは血を分けた命ではありいやわかりましたお話はよくわかりました そのお返事はね差し出がましいが私からお医師さんに言わせてもらいます五兵衛はこう言ってお医師の方へ向き直ったお医師さんおじさんのおっしゃることは聞いたよお前さん先生のところへ戻りたいんだってへえあの貧乏のさなかには後ろ足で砂をかけるように出ていったお前さんが今度は先生が出世をなすった 天下の絵師と言われるようになんなすったから元へ戻りたい。へえ、いい都合だね。あっぱれ見上げたもんだ。けれどもね、お前さんにはいい都合かもしれねえが、また先生がなんとおっしゃるかは知らねえが、こいつは私がお断りするよ。差し出がましいが、私がきっぱりお断り申すよ。五平さん、待ってくれ。 又が突然そう言った。その気持ちはよくわかるが、ちょっとそいつは待ってくれ。いや、平野は口を出すことはない。島田敬之助が叫ぶように遮った。井上孔兵も抵蔵もそれに続いて叫んだ。そうだ、平野は黙っているがいい。これは五兵衛さんと俺たちで切りをつける。いいからそこで黙って見ていてくれ。 いやそうではない、又五郎はなお首を振っていったみんなの気持ちは分かっているがこれは俺とお医師の問題だまあいい話ははっきりしているんで何も問題なんかありゃしないきっぱりけじめをつけさえすればいいんだ何を言うんだ何がけじめだ又五郎はいきなり島田の襟をつかみ 今にも殴りかねない姿勢で声いっぱいに叫んだ。お医師は俺の女房だ。みんなにどれほどの文句があるか知らないが、亭主の俺を差し置いてあんまり勝手なことを言うな。これまでついぞ怒ったことのない又五郎のすさまじいような剣幕と土星にみんなびっくりして息をのんだ。お医師はあんな性分だ。 良妻でもないし劣女セップでももなないい。し女みんなには気に入らなかったろう嫌な女だと思ったかもしれないだが俺のためには随分苦労してくれたんだ一口に貧乏と言うけれども俺たち夫婦がどんな貧乏暮らしをしたか本当のことを知っている者はここにはいやしない差配の五兵衛さんあわやさんにも随分お世話になり迷惑をかけた しかしお二人だってそこまではご存じがないはずだつかんでいた島田の襟を離し座り直して訴えるような調子でまたごろは続けた井上も島田も松屋も知ってはいないあんなに長い間3日にあげず来ている3人が本当のところは何も知ってはいないんだ俺に絵が描けなくなってからお医師はガミガミ言いだした 酒も飯も出さなくなった。それは出せなくなったからなんだ。出せるうちは自分が一食や二食抜いても出してくれた。俺は絵を描かず、七を置き尽くし、八方仮も行き詰まって、今夜の飯をどうするかというとき、酒ですか、兵と言えるものかどうか。一号の米も買えず、幾日も芋や葉っぱの汁で食いつないだことが、 じったやゃかかな天下の冥府とか列女などならそんな時でも機嫌のいい顔をしてできない工夫をしたかもしれないだがお医師はごく当たり前な女だ性質はあのとおりだし学問があるわけでもないしかし俺のためにはできない辛抱をしてくれた口には言えないような貧乏暮らしをよく我慢してくれた その辛抱も我慢もしつくしてどうにもたまらなくなったから出て行ったんだ。みんなにそれがわかるか女房の悪いのは亭主が悪いからだ。責めるなら俺を責めてくれ。お医師は又五郎の女房だ。わっと泣き崩れる声が起こった。お医師である。彼女はたもとで顔を覆い、身もだえをして。 畳の上へうつ伏せになって泣いた。そうして泣きながら、途切れ途切れに言った。いいえ、私はあなたの妻じゃございません。皆さんが今おっしゃった通りです。貧乏に愛想をつかして飛び出し、今度出世をなすったと聞いて、欲が出て、うまく戻れたら戻ろうと思って、恥も外分もなくやってきたんです。 私は恥知らずなずうずうしい女です。俺の女房だと言ってくだすった今のお言葉で目が覚めました。どうぞ皆さんも堪忍してくださいましもう決して戻していただこうなどとは思いません。これでおいとまをいたします。悲鳴のように言って立とうとした。しかし又五郎はそれより早くそばへ来てお医師の手をつかんでいた。 俺はお前をいしい。いえ、い,いえ、私はとても。何にも言うな。俺はこれからも貧乏はしなきゃならないだろう。俺のために貧乏してもらえるのは俺にとってはお前一人だ。よく帰ってきてくれた、おいしい。おいしいはまた激しく泣き出し。 泣きながら又五郎の手にすがりついた。すると、そこにもここにも、目を拭いたり、鼻をかんだりする音が聞こえた。彼はお石を抱えて立たせ、無理に明るく笑いながら言った。さあ、あっちへ行こう。皆さんには失礼だが、今日は特別だ。あっちへ行って俺と並んで座ろう。そして久しぶりに、 景気よくガミガミパリパリやってもらおう。